Fiery! Traitor. Sephiroth! Luffy! Zora! Roxas! Why? Axel! I'm a fool! Xemnas! You're right.挨拶の一言もなしですか、レクセウス。何が起きたのだ、ゼクシオン。説明してもらうぞ。こちらも挨拶抜きとは。嘆かわしい。機関の結束はどこへ行ったのでしょうね。貴様ナンバーシックスの分際で。よせ、ビクセン。話せ、ゼクシオン。何を感じた？匂いですよ。地底の最下層に二つの匂いを感じたのです。一人はマレフィセント。あの魔女は闇に取り込まれた。闇の世界から自力で戻るなどありえないことだ。最後までお聞きなさい。僕が感じたのはマレフィセントによく似た偽物の匂いです。残念ながらよく調べる前に偽物は消えてしまいました。もう一人に倒されて。何者だ？正体不明ですが、彼の匂いは我らの指導者に極めて近いのです。しかし同一人物ではない。実に興味。で、どうします？しばし見守るとしよう。さっきから何か。何の匂いだ。覚えがあるような。そうか、闇の匂いか。闇の匂いがするなんて。俺は闇の手先か。大丈夫だよ、リク。王様！どうしたんだ？姿がかすれてる。この場所には僕の力はほんの少ししか届かないんだ。だから僕の願いを届けに来た。願い？ねえ、リク。闇の匂いがするからといって自分を捨ててはいけないよ。自分の中にある闇と戦うんだ。それは苦しい戦いになると思う。でも忘れないでほしい。どんなに深い闇の奥にだって必ず光があるんだ。闇の中の光か。僕と一緒に見たじゃないか。闇の扉の向こう、遥か彼方の優しい光。キングダムハーツの光が君を導いてくれる。諦めないで信じてほしい。僕は心から願ってる。わかった。やってみるよ。僕も君のところへ行く方法を探してみる。必ず行くよ。約束する。あ、幻なのか。でも、心ではしっかり握手できたじゃないか。僕たちは繋がってるんだよ。そうだな。